った、うわ。実は痺れているのは骨ではありません。逆に脳から動けって言ってる。マッキンオヤチャンネル。あ、よしあら、そろそろ撮影始まんで。いった、うわ。うわ、最悪だ。どうした？どうしたの？どうしたの？あれです、あれです、ビンってなるやつです。あーはいはいはい、ファニーボーン、ファニーボーン、ファニーボーンです。ファニーボーンになったんか。なんか痛くはないんですけど。楽しい骨やからな、直訳したら。楽しくないです。そうやね。ちょっとこの皆さん、ファニーボーンなぜなるのか気にならないですか？気になります。気になりますよね。気になります。じゃあ今日はファニーボーンについて解説します。身近な不思議を解説シリーズ。はい、それでは今日も解説していきたいと思います。解説するのは山梨先生と女子の吉原です。よろしくお願いします。大変でしたね、さっきは。いや、大変でした。肘がしびれるファニーボーン。はい、ファニーボーンっていう名前は知ってましたかね？聞いたことありましたかね？実はです、実はしびれてるのは骨ではありません。骨じゃない。骨じゃありません。実は尺骨神経っていう神経なんですね。はい、実はこの辺を通ってるんですけど、背骨のあたりから通ってて、指先まで通っている神経なんです。背骨からですか？そう、神経っていっぱいあるじゃないですか。例えば、はい、ってやって見たとかさ、目で見えるとかさ、はい、味がするとかっていろんなさものがあって、それを脳に伝えるのが神経だったり、はい、痛みを感じるのが神経だったり、うん、逆に脳から動けって言って命令されて動かすのを神経だったり。そうですね、いろんな神経があるじゃないですか、はい、その中の神経でも尺骨神経は指先の感覚っていうのを脳に伝える神経です。で、神経ってすごく敏感なんですよ。例えば虫歯、痛いでしょ？痛いです。ちなみに山梨先生は生まれてから一度も虫歯になったことないんですよ。それすごいですね。すごいでしょ、これ自慢。ちなみにもう一個自慢していい？はい、鼻血出たことないんですよ。それは嘘じゃないですか？本当に、本当に。本当ですか？マジで。鼻血出たことない人とかいるんですか？だって鼻血ってなんで出ると思う？鼻水は出るよ。はい、いや、そりゃそうですよね。歯に戻すよ。はい、虫歯、痛いでしょ？痛いです。あれなぜかというと、よく考えたら、歯って、まあ、言ったら骨みたいなもんやし、そうですね。なんか皮膚に比べたら痛み感じなさそうでしょ？そう思います。うん。でも歯って実はあれ神経通ってるんですよ。歯に神経が通ってる。通ってる、通ってる。だから痛いんですよ。歯茎だけかと思ってます。うん、歯に神経が通ってる。で、神経って普通骨に守られたりとか筋肉に守られてて、はい、で普通外に出るもんじゃないじゃないですか。でもこの尺骨神経です、普通は筋肉とか骨に守られてるんですけど、尺骨神経のある肘の部の間って書いて中部間っていうんです。この辺ね、中部間、はい、この辺の間にその尺骨神経通ってるんですけど、これ実は肘曲げちゃうともうすぐそこに中部間が、ここの皮膚の近くに中部間がやってきちゃうんですよ。あー、ファニーボーンの時でこうしてます、確かに。でしょ、はい、ということで、肘を曲げて肘のある部分をぶつけるとビリビリって痺れるのは、はい、そこの中部間を通った尺骨神経にもろに直撃してるからビリッという。あ、神経に直接もだからポンみたいな感じ。そうです。だからファニーボーンならんようにするためには、はい、肘を曲げるなんです。もうずっとこの状態で、ずっとこの状態で歩いてればいいってことです、うん、そうです、そうです。絶対ぶつかることないから、肘を つけるなですよね、どこにも。そうです、肘をつけるなです。無理か、無理ですね。で、ちなみにいきます、皆さんビリビリちょっと感じたいでしょ。だからここのね、ちょうどこの折れ目あるでしょ。この折れ目から肘の内側をずっと通っていって通っていって通っていったら、この辺にね、骨がボコってあるんですよ。この骨のちょっと内側なんです。ここちょっと内側、この辺を、あ、来たっていう風にやるとファニーボーン体験できますからね。はい、ちなみに、さっきからファニーボーン、ファニーボーンって言ってるけど、なんでファニーボーンなんっていう豆知識をちょっと。実は、この上腕骨、腕の骨ですね。この腕の骨を、実はこれ、ヒューメラス。英語で言います。ヒューメラス。ヒューメラス。で、このヒューメラスは、綴りとか発音が、この、ユーモア。ユーモラス。あー。ユーモラス。ね、ユーモアの絵でしょ。はいはい。あの人はユーモアのある人だ。楽しい人だってことじゃないですか。はい、でこのユーモアから実はファニーに変わった。あー、ヒューメラスに綴りが似ててユーモラスになり、そこからファニーになった。そういうこと、そういうこと。じゃあもしかしたらユーモラスボーンだったかもしれない。そう、英語から来てたんですよ。そうなんですよ、はい。まあ、こうやってね、人体にはいろんな不思議なところがまだまだいっぱいありますよね。はい、これからもどんどん解説していきたいと思うんですが、皆さんもね、何か普段生活してる中で、あれ、これってなんでやろうとか、
これ不思議だなって思ったことは、ぜひとも先生、山下先生と吉原が解説しますので、はい、コメント欄にじゃんじゃんくださいね。コメントじゃんじゃんください。はい。そしたら本日のファニーボーンの説明以上となります。また見てくださいね。さよなら。